今回は久しぶりにドライブ雑談です。今ね、いつもお世話になってる方のところにちょっと車を見に行くんですけども、久しぶりにアルトを運転しております。いや、最近4月から大学がまた始まってですね、なんとも忙しくてなかなか動画も作れてないんですけど、そうですね、結構東京は人が多いイメージです。なんか前のコロナの前に戻ったなって感じがします。まあ、完全にあの頃みたいに人が多いってわけじゃないんですけど、だいぶ戻ってきたなって感じはします。やっぱ帰ってくる時とかは帰宅時間なんていうのはいつもみたいに満員で、もう半袖でいられるレベルの暑さです。今日もすごいいい天気です。いやー、暑いですね。それにしても窓を開けても熱気が入ってきます。いやー、でも今大学に行ってますけど、正直あれですね、いろいろ制限されちゃって何とも言えない感じですね。そのやっぱり人が集まっちゃうとっていうあるのでね、正直まあ何とも言えないですよね。まあなんだろう、大学は勉強しに行ってるとこだけど、その他も大事な要素なんで、なんか悲しいですよね。残念だし、そのだから音楽もできてないしね、人が集まっちゃうとかいうイベントもできないし、これでいいのかなって思っちゃいますよね、大学とかは。まあ勉強だってもちろんちょっとやりづらいですよね、全部オンラインとか。まあ今は対面の授業もだいぶ増えてはきましたけど、まあやっぱりオンラインがありますよね、基本的にはオンラインですよね。だからそうするとまあどうなんだろうと思いますよね。そんな感じに生活がガラリと変わっちゃいましたよね、コロナで。まあ悪いことだけではないですけどね、いいことも多少は。まあそうやって言うとウイルスを肯定してるわけじゃないんですけど、まあコロナっていういい機会をもらったなってことも多少はあったんですけど。おい、 MR2 だ、かっこいいな、スーパーホワイト2の MR2。 まあちょっと厳しい世の中ですね、いろいろちょっと大変だなっていう、どうなるんだろうって分かんないっていうのもありますけどね。まあまあ、じゃあ今回はそんな感じでですね、久しぶりにドライブ雑談、いやー、やりたいんですけどね、いっぱいこういうの。なかなか今大学通っちゃってると難しいんですよね、都内行っちゃってると車も運転できないし。はい、では今回はこんな感じで、はい、ではまた。